蘇我野屋明町、1908年6月3日から1999年4月13日は、日本の俳優、兵庫県明石市出身、旧時代、蘇我野屋明町、結成当時の小畜新喜劇メンバー、後列右から4人目が、民町明石の寺の次男坊として生まれるが、間もなく大阪、船場の御福祉の養子となる、正規商業を経て、 東京の明治学院に進むも中退する。芝居の台本作家を目指して、栗島住子の父、栗島佐五郎もの紹介で、1927年に、赤獅子を一座に文芸部員として入る。同期には、友野純三郎と河津聖三郎が俳優部にいた。1928年に、俳優の欠員から舞台に借り出されたのがきっかけで、俳優に転じその後は、 蘇我野屋五郎劇団に移籍し2枚目として活躍する。戦後は1948年に五郎が亡くなったことから同じ劇団の蘇我野屋五郎八らと小畜新喜劇の旗揚げに参加する。二代目渋谷天外、藤山博美、五郎八と共に1963年8月に対談するまで中心俳優として活躍。以後はフリーとして舞台のみならず映画。 テレビドラマにも巡主役クラスで数多く出演した。また、山崎豊子作品の常連でもあった。1975年、喜劇人協会の会長となる。1964年から1972年まで、名庁芸術学院も主催し、後進の育成にも力を注いだ。タミヤ二郎主演のテレビドラマ、白い巨頭では、主人公、財前五郎の義父 財前また役を流暢な関西弁で、ユーモアたっぷりに演じた。同作放送終了目前に自殺したタミヤの葬儀では、葬儀委員長を務めた。1987年頃から心臓が悪化し、芸能活動を引退。その後、1999年4月13日午後1時44分に、呼吸不全のため、大阪府堺市の病院で死去。90歳没。 ありがとうございます。